アジア諸国との和戦は、我が永塾に関する亡きの説。福沢諭吉。近日、政官の議論、新聞史上に比喩をなし、余人の字目もこの論題に集まるをもって、我らの論法をこれに向けること数回、未だ心に飽きたらざりしが、 福沢君よりこの論題に関する一議論をゆそるにあえり。もとより社論と方向を同じうするをもって、これを掲げて本日の社論とす。世の中のことにつき、慶長大将を見分けるははだ仇ことなり。例えばここに一個の人あり。 手足に怪我をして流血倫理足らんには、傍らの人皆これを見て驚かざるものなし。医者よ薬よとて、その手当てをすることならん。されども、その実は深く恐るるに足らず、捨ておくも自然に治るものなり。また、一個の人は、その要望んなるにはあらざれども、刺したる病床も見えず、 ただ朝夕少しく外装して時々微熱を発するくらいのことなれば素人の目にはこれを病人とも思わずしてどうもすれば打ち捨ておくこと多けれどもその実は肺の病にして必死の気遠からず幸いにして去年の冬を過ごしたれども今年の春に至りて果たして倒れることありわずかに 身体のことにてもこのごとし、いわんや世の中の人事においておや、形状大小の紛らわしくして処置を誤ること甚ははだ多し、ゆえに人事を処するには外形にかかわらずして、その内情を察し、内実に困難なるものを先にしてこれを救わざるべからざるなり、 今日我が日本のありさまを太平無事として喜ぶ者は甚ははだ少なし。学問いまだ上達せず、商売いまだ聖ならず、国いまだ富まず、兵いまだ強からずとてこれを売るにあらずや。一口に言えば日本はいまだ真に開花の独立国と称すべからずとてこれを心配することなり。 この心配を抱く者は一人政府の役人のみならず、およそこの国に生まれて、国に背くの悪心なきより以上の者は、共にこの心配を組にするはずなり。この一段に至っては、国内の人民上下の別なく、家臣族も平民も、目倉も目飽きも、学者も役者も、敵も味方も、 意図を同心に一方に向かうことならん。今、この国の独立遺憾の心配あるその源を尋ねるに、我が日本はアジア州の諸国に対して、その軽蔑を受くるがためか、我が学問のカに及ばざるがためか、我が商売のカに劣るがためか、我が兵のカより弱きがためか、我が富の か,にわかかかにらざるがためかこれらの過剰においては我が輩一もかにずるものなし。我が輩の思うところにては我が日本はアジアの諸国に対して一方も譲らざるつもりなり。されば我が国の独立遺憾の心配は別に原因を求めざるべからず。すなわちその原因は アジアにあらずしてヨーロッパにあるなり、巨神兵器もって我が国のありさまをつまびらかにし、これを欧米諸国のありさまに比して、学問の優劣、商売の正秘、国の貧富、兵の強弱を問わば、残念ながら今日のところにて我は未だかに及ばずと言わざるを得ず。しかり、しかして、 学問と商売と国債と兵備とは一国独立の元素なればかに対してこのものに欠点ありとすれば我が国の独立遺憾はただ欧米諸国に対して心配あるのみ。ゆえに今我が国の困難時は一概に外国交際にありというべからず。余配はこの外国の時期を狭くして 欧米諸国との交際につき困難ありと言わざるを得ざるなり。近代世間に洋楽の道開けたいといえども、我が国民はかに学ぶのみにして、未だかに恐るものあるを聞かず。開口上に貿易ありといえども、商売の検定はかの手にありと言わざるを得ず。 世上に物産製造の木なきにあらざれども、我が国民はかに資本を狩るのみにして、未だかに貸すものあるを見ず。英米の軍艦は一本海を横行して、我が国民の意を奪うべしといえども、我が国の兵備未だもってこれに敵対するに足らず。これらの諸見は実に、 我が国威に関することにして、その自責に見晴れたる者は枚挙にいとまあらず。日本国に属したる貿易運上の件も我が一方にあらず。裁判の件も我が政府の自由に任せず、現に内外の間に起こる公事訴訟も我が国民は常に被告となって、かは常に原告たり。 まマま我が人民より訴うることあるも、よく曲を伸ばす者は十中一に過ぎず。概して言えば、我が日本は欧米諸国の人民に対して曲を被むる者と言わざるを得ず。ただし、その交際の外形は美にして、互いに軽挙暴動なきを持って遠方よりこれを 悲惨する者は外形の美に欺かれて、あるいは意に関せざる者王しといえども、少しく内情に注意することあらば、果たして死難死根の性を見出すべし。欧米の交際は我が日本国の廃病というべきものなり。右の次第をもって考えれば、我が日本はアジアの諸国に対して和戦ともに 国の永軸に差し響くことなし。永遠のことを心配するときは、戦いてこれに勝つも、かえって国の独立に害ありと言わざるを得ず。近くその一生を示さ。昨年台湾の一条は我が国の勝利というべし。これがため、大人も恐れ入りたることならん。 シナ人も並行したることならん。されども、この勝利の後、この勝利の勢いをもって、いささかにても欧米の交際に差し響き、欧米の人民に対して我が国威を輝かし、暗にかを恐れしめて、かを制するの勢いを得たるや。柔目の見るところにて、豪もその痕跡なきにあらずや。 この一条につき、今日に残りたるものは、軍費数百万円の不足あるのに。去年、もし、この数百万円を費やさずして、これを転じて、外債の一部を払うことあらば、我が全国の人民は、負担の一部を下ろして、永遠独立の一部を助け、全国廃病の一部を癒したるにあらずや、 思わざるべからざるなり。欧米諸国に対して、我が学問の不熟、我が商売の設立、我が兵備の不足などはしばらく起き、簡易明白、何人にもわかりやすき我が国の存亡は、今の外債なり。これを人に聞く。訪婚、我が国の外債およそ1500万円。元利もに焼却して、 今後、毎年200万円ずつを払い、およそ20年、とも計4000万円の金を払いて開催たるべしと。欧米諸国の政府にも、国債なるものあれども、大概皆自国の人民に募りたるものなれば、自ら借りて自ら払うものなり。しかるに、我が国債は商売の敵国に借用したるものなれば、 払うところの利金は一び去りてまた帰らず。四千万のうち元金千五百万を引き、残り二千五百万の利息を二十に分かてば、一年に百二十五万円なり。この高を償うがため、毎年我が国民の高血を集めて、これを外国に輸出するとは惜しむべきにあらずや。 一票二円の米なれば、毎年作り出したる米のうちより、六十万票余りの高を集めて、これを海に投ずるに異ならず。また、金の損得のみについて言えば、英国と戦い負けて二千五百万円の償い金を払うに異ならず。いずれにしても、外債は我が国の経済に絡みつきたる、 廃病と言うべし。前日、世が著述したる文明論の概略第六巻の四十二行に、巨漢大砲はもって巨漢大砲の敵に適すべくして、借金の敵に適すべからずと言える。参考すべし。近日、世上に生還の話あり。一通り聞けば、 打つべき周囲もなきにあらず。野蛮なる朝鮮人なれば、必ず我に迎えて、無礼を加えたることもあらん。道理を述べて、返すこと、当たわざる相手なれば、打つより他にすべなしという説もあらん。しかのみならず、これを、打たんというやからは、あえて指針を挟むにあらず。 愛国人中の積心を事実に表さんとすることなれば、一概にこれをがむべからずといえども、国を愛するには、これを愛するの法をなかるべからず。宙を尽くすには、これを尽くすの道を求めざるべからず。その法と道とを求むるには、心を正にして永遠の利害を察すること、最も禁用なり。 かの手足の怪我を見て老媒するがごときは、死慮の足らざる人というべし。朝鮮交際の利害を論ずるには、まずその国柄を察せざるべからず。そもこの国をいかなるものぞと尋ねるに、アジア集中の一小野蛮国にして、その文明のありさまは、我が日本に及ばざること通しというべし。 これと貿易して、利あるにあらず。これと通信して、駅あるにあらず。その学問取るに足らず。その兵力、恐るるに足らず。しかのみならず、たとえかより来場して、我が属国となるも、なおかつこれを喜ぶに足らず。けだし、そのゆえは何ぞや。善に言えるごとく、我が日本は、 欧米諸国に対して平立の剣を取り、欧米諸国を制するの勢いをうるにあらざれば、真の独立と言うべからず。しかして朝鮮の交際は、たとえ我が望むところのごとくなるも、この独立の牽制につき一号の力をもますに足らざればなり。 朝鮮はかより来朝して我が属国となるもこれを喜ぶに足らず。言わんやことを起こしてこれと戦うにおいておや。これに勝てええとするに足らず。これを取りて利するに足らず。巨万の軍用金を費やして欧米の者のを仰ぎ、欧米の戦艦を買い、欧米の重砲を求め、 銭を欧米の人に与えて、物を朝鮮の国に費やし、結局我が外債の高を増して、毎年海に投ずるに等しく償い金を払うに等しき利息を外国に輸出するに過ぎず。青年の書生といえども、数学の諸法を学び得たるものなれば、明白に返すべき三等にあらずや、永遠の利害を察するとは、 この辺の尊徳を資料することなり、愛国の市場を広げて、一人自ら真摯せば必ず第二発明することあらん。方根、我が国はまさに借金の敵に向かいて戦うべきの秋なり、まずこの警敵を圧倒して安心の地位を作り、 好感の戦のごときは他実徐々にその某あるべきなり。性官論者の曰く、性官は元より好むところにあらざれども、すでに双方の官に金を開く上は、一国の永職において捨ておくべからず。大義名分は金のために謝るべからずと。一応、最もの言なれども、善に言えるごとく、 我が日本は親の病気にも等しき欧米交際の困難なるものを抱けり。今親の大病にて家内を性質にせざるべからざるの時にあたり、門外に織りが乱暴喧嘩するとて、これに取り合い、これと相当して家内の性質を妨げ、親の病気に害を加うべきや。 人心ある指定ならば、利も火も問わずして、何事も後日のことに付し、その織助へは逆手にても取らせて追い返し、穏便に取り扱うこそ公使の処分と言うべけれ。今の朝鮮人の無礼は、織助の乱暴に異ならず。これを度外に置くも、何ぞ国の永軸に関することあらんや。 論者は我が日本をして織助と戦わしめんと欲するや。余配は本国のために帰ってこれを恥じるなり。論者また曰く。朝鮮は目的にあらず、朝鮮にことを始めてついでシナに及ぼし、シナの富を取りて、もって今日のついえを償うべしと。盛んなるなり、この弦や。 シナをして孤立せしめなば、この弦あるいは当たるべしといえども、今日世界のありさまにおいて、シナは決して孤立するものにあらず。シナ帝国はまさにこれ欧米諸国人の田園なり、兄他人をして貴重なる田園を蹂躙せしむることあらんや、ことここにいたらば欧米の人は シナ人を哀れむにあらずして、自ら貿易の利を失うを惜しみ、自ら利するの指針をもってシナを助くるや必然の勢いなり。たとえ自ら利するの指針なき者とするも、嫉妬の念をもって必ず他の諸行を妨ぐることあるべし。今を去ること14年。 ロシア人が津島に上陸して地を占めんと接しとき、A の孔子は力を尽くしてこれを防ぎ、ついにその地を晒しめたることあり。当時 A 孔子の尽力は日本のためにしたるにあらず、英国の面目として露人の日本に地を占めるを憎み、その権力を妬みてこれを妨げるのみ、 万国の交際において権力を平均せしむる者は嫉妬の念に生ずること多し。これまた心得ざるべからず。されば日本人の思いのままに朝鮮に勝ち、朝鮮だけは外国人が傍観する者と仮に定むるも、死なに至りしとき、日本人が四百余州を蹂躙するを見て、 手を供することはあらんや。これも永遠のことなり。今より考えざるべからず。これにおいてか、愛国人中のやからは、人事の慶長大将を弁別し、志を遠大にして、誠に我が国の独立を図り、アジア諸国の交際においては、和戦ともに我が独立の権力に、 差し響くことなきを知り、我が独立は欧米に対立して初めて満足すべきを知り、この独立は学問と商売と国剤と兵備と四者各その釣り合いを得て初めて安心の場合に至るべきを知り、アジア諸国との和戦によりては四者を目的として一も所得あるべからざるを知り、 しかのみならず、戦えば必ずこの四者を逮捕せしめ、ことに国債のごときは第一番に不足を生じてかえって外債を増すべきを知り、今日朝鮮の事件はあたかも手足の傷のごとくして深く売るに足らず。その無礼はあたかも折り付けの乱暴のごとくして、これを土外に置くべきを知り、 欧米の交際は廃病のごとくして、早晩必死の患いあるべきを知り、国の永続は一朝にあらずして永遠にあるを知り、愛国の志あるも愛国の道を求むるの金曜なるを知り、一朝の怒りを忍びて他日大に帰するところあるこそ、真の日本人にあらずや、 人誰か愛国の史上なからんや。余配も日本国中の人民にして国の一部は自ら担当するものなれば、ひたすら他人の交渉に来動するを得ず、あえて愛国の死をのぶることこのごときなり。論者また曰く、政官論の人心に放がするや非すでに久し。 延々の気鬱消してついに台湾の死となりその予縁なお消滅せずしてついに今日にいたりしものなればいずれにもその流通の道を設けざるべからずすなわち今日のことは仏縁を漏らし大水を通ずるの剣道にして勢いここに至ればやまんと欲してやむべからざるものなりと その意味を察するに、この論者は、善の二論者に比すれば、全く所見を別にしたるものにして、中心聖寛の非を知り、国の独立のために、実にガイアルを弁じながら、ただ勢いに迫られて、やむを得ざるの策にいて、やむを得ざるの説を行うというものの如とし。余配は,は、鼻だもって不動心なり、 そも、生漢論とはいずれより生きたりしものなるや。天より降るにあらず、地より生ずるにあらず。生漢をもって、日本国の利益と思う人の口より出たる議論なり。貴人は、牧籍にあらず、水下にあらず、まさに人心を愚して、道理を弁ずべき人類にして、しかも、愛国の情に乏しからざる人物なれども、 ただ、その所見、金銭にして、方向を誤るのみ。今もし、この人の心をして、方向を改めしむるを得ば、正寛論は立ちどころにやむべし。論者、もし、正寛の日を知らば、何ぞ、すぐにその日を述べ、あるいは書に記るし、あるいは言に発し、公然と、これと唱えざるや。 一点の愛国心に符合するところあれば、異説増論もついには一に着せざるを得ず。しかるに今その汰もなく、ただこの論者のごとく、世間の人気を測量して、あるいはその予縁を漏らすといい、あるいはその停滞を通ずるといい。人を見ること、水下のごとく、手術をもってこれを漁船とするは、 同見の人類に対して無礼なりと言うべし。そもまたかの性観論者の少年杯も、その熱中の甚だしきに至りては、あるいはスイカのごとき勢いもありて、スイカのごとく寄せられて、申し訳なき場合もあらんや。誠に気の毒千番なりと言うべし。人はこの世に降りて、 他の説を憂えて、その不足を補うようにこそありたきものなれ。しかるに、おのが熱心の甚だしきよりして、他人のために憂えられるの目的となるとは、あさましきことならずや、少しく勘弁せざるべからず。とにかくに、政治学者の健忘術数は、余配の知るところにあらず。余配は、 日本国中の領民たる地位と面目等を全うせんがためアジアの和戦は国の永軸とするに足らず朝鮮の征伐はやむべしとの説を主張しこれを天下の抗議に付して一人たりともこの説に同意する者王旗を願うなり明治八年十月七日 郵便放置新聞社説欄